皆さんこんにちは。毒蛇がお届けする弘前ローカルニュース、本日のトピックはこちら、初夏の城ヶ倉大橋のリポートをしていきたいと思います。はい、毒蛇先日6月18日の土曜日に城ヶ倉大橋に降り立ったんですけれども、本当に緑が美しくって、紅葉シーズンにはねわざわざ行くことが多いんですけれども、この初夏の美しい緑をちゃんと見たのは初めてかもしれないですね。結構たくさんの人が、まあ秋に比べると多くないですけれども、少なくない人々がドライブとかバイクで訪れて楽しんでいましたね、景色を。そして横から見たらこんな感じで工事をしているところでしたね。そして端っこの方でちょっと工事車両がいたりなんかして、やっぱりね時折こうやって安全を確保してくれてるんですね。すっごい高いですもんね、こうやっぱりがっちりしててほしいですもんね。はい、こんな感じで虫とか鳥とかもう生き物たちがすっごい盛り上がってました。なんかね夏の終わりだとセミがすごく鳴いているイメージとかあったんですけど、こんなに夏の早いうち、もう6月の中旬のうちからこんなに虫とかセミとかって鳴くものなんでしたっけっていうくらい、もう大盛り上がりの森でしたね。もうウェイウェイ言ってる感じで、結構それに衝撃を受けましたね。もう夏だなという。そしてね、夏の感じなのに山の上には一部雪があったりして、なんか本当に美しかったですね。皆さんも初夏の城ヶ倉の景色を、味わいに行ってみてはいかがでしょうか。とっても綺麗な緑が楽しめます。では皆さん、本日も良い一日をお過ごしください。